横浜キャノンイーグルスはジャパンラグビーリーグワンに所属しているラグビーチームである。練習グラウンドは町田市にあるキャノンスポーツパークである。公式ホームページによると1980年にキャノンラグビー部として創設され2010年にイーグルスの愛称を決定する。チーム名の由来はチームの母体であるキャノンが1987年まで。 社員賞として、和紙を使用していたことによる。和紙掴みでボールを運ぶ、和紙のような目と和紙のような爪で勝利をつかみに行く、という勝利への期待が込められている。2015年7月31日には、スーパーラグビーブルーズのメンバーで構成されている、ブルーブルーズと町田市立陸上競技場にて、対戦したが、敗戦。2021年7月16日、新リーグ。 ジャパンラグビーリーグ1の一部リーグに振り分けされることになった。また同日、チーム名を横浜キャノンイーグルスに変更することを発表した。2022年シーズンから横浜市をホストエリア、大分県をセカンドホストエリアにする予定。最上位リーグな視会リーグ2021年度のスコットは次の通り。ふとは今年度からの新加入選手。 ありがとうございます。